はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。はい、やってまいりました、ベイブレードトーナメント C ブロックですね。はい、はい、お待たせいたしました。今回戦うこの8つのベイを紹介していきたいと思いますね。はい、ジェルヨルムンガンド、グラビティオービット、ゼノエクスカリバー、トリプルエクストリーム、ダークデスサイザー、グラビティジャイロ、ワイルドワイバーン、グラビティプレス、カイザーケルベオス、ナックルフュージョン、ストームスプリガン、ヘビーリボルブ、ユグドラシル、グラビティアクセル、オベリスクオーディン、バーチカルクロー、以上の8つの米で戦っていきたいと思います。では早速1回戦第1試合からやっていきましょう。はい、これまでと同じようにスピンフィニッシュ、オーバーフィニッシュが1ポイント、バーストフィニッシュが2ポイント、それでそれぞれパポテンシン君が3回ずつ回して合計6回回して合計ポイントが高い方が勝利ということでやっていきましょうね、今回もね。はい、では私はまずジェリオルムンガンド、グラビティオービットでいきたいと思います。はい、でシン君がゼノエクスカリバー、トリプルエクストリームですね。はい、3、2、1、ゴーシュー。回転が弱まってきたね。おい、3、2、1、ゴーシュー。ジェリアン、おお、バーストフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュー。当たるね。お、ゼノエクスカリバーがちょっと回転が弱ってきてる。はい、スピンフィニッシュ。米交代しまして、ゼノエクスカリバー、トリプルエクストリームが私で、ジェリオルムンガンド、グラビティオビットがエイシン君ですね。はい。3、2、1、ゴーシュ。おっ、うわ強っ今。やっぱ弱まって。会心の一撃与えたけど、あんまりダメージ効いてないね。ダメージないっすね、ジェリオルムンガンド。強いなぁ。おぉ。3、2、1、ゴーシュ。おあ、やっぱね、エクストリームドライバーは最初がね、速くないんだよ。最初にね、この剣の部分が当たったりしてバーストさせるといいのかもしれないけどね。うん、あー、ダメだ。3、2、1、ゴーシュ。おお、でも当たんなきゃ意味ない。うん、あー、あっさり勝負決まった。うん、はい、ということでジェリオルムンガンド、グラビティオビット7ポイント、ゼノエクスカリバー、トリプルエクストリームがノーポイントで、はい、ジェリオルムンガンド圧勝ですね。はい、マジかだよね。次は私はダークデスサイザー、グラビティジャイロでいきたいと思います。はい、エイシン君がワイルドワイバーン、グラビティプレスですね。はい、グラビティ対決。はい、3、2、1、ゴーシュ。音が面白い。音が音楽みたい。本当だね、ジャイロ、ジャイオとプレス、うん、お互いに違う音を出し合ってる。ワイルドワイバーンが弱まってきた。あー、そうだね。はい、3、2、1、ゴーシュ。おー、ファーストフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。あ、さっきの怪しい音。おー、ファーストフィニッシュ。米交代で私がワイルドワイバーン、グラビティプレスですね。レーシン君がダークデスサイザー、グラビティジャイロ。はい、3、2、1、ゴーシュ。頑張れワイルドワイバーン、頑張れダークデスサイザー、あと少しだ。アッパー攻撃をしてくれ。おーおお、あー、ダークデスサイザー。3、2、1、ゴーシュ。おお、結構金属音。おお、最初にワイルドワイバーンがバーストしたね。うん、3、2、1、ゴーシュ。動きで攻撃をしている。そうだね。あー、今回はワイドワイバーンがゆるく、あー、ワイドワイバーン負けた。ということでダークデスサイザー、グラビティジャイルがなんと9ポイント、
ワールドワイバーングラビティプレスがノーポイントで、ダークデスサイザーグラビティジャイロの勝利ですね。はい、はい、では1回戦第3試合ですね。カイザーケルビウスナックルフュージョンが私で、ストームスプリガンヘビーリボルブがエイシン君です。はい、3、2、1、ゴーシュ。白プリガン色綺麗だな、うん、おお、ファーストフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。おお、いい攻撃、いい攻撃。あとやばい、ダークデスが先に止まっちゃった。自滅だねこれは。はい、3、2、1、ゴーシュ。おお、バフィニッシュ。米交換で私がストームスプリガンヘビーリボルブで、エイシン君がカイザーケルベースナックルフュージョン。3、2、1、ゴーシュ。ガチガチぶつかり合ってる、うん、これ全く1回戦と同じ感じだよね。これならカイザーケルベースの方が有利。どうだろうね、もう分かんないね。おっと、カイザーケルベース止まるのか、止まるのか、止まるのか。おお、3、2、1、ゴーシュ。カイザーケルベース頑張れ。ガンガン、あーやばい、これだとシンプリガンの方が有利になってきたかも。なのかな。そうだね、逃げろカイザーケルベース。おお、3、2、1、ゴーシュ。おおお、リボルブドライバーさらになってるからね。ねえ、リボルブだからこんなくるっと回っても大丈夫だよね、うん、安定してる。本当だったらこういう時は大体普通の B だったらこぐらで落ちちゃうもんね。おお、シロプリガン、シロプリガン。カイザーケルブスナックルフュージョンが2ポイント、ストームスプリガンヘビーリボルブが5ポイントということで、ストームスプリガンヘビーリボルブの勝利です。はい、1回戦第4試合ですね。私がユグドラシルグラビティアクセル、そしてエイシン君がオビリスコーディンバーチカルクローですね。3、2、1、ゴーシュ。お、シャーっていった、うん、今爪が当たったね。爪が当たった分入っていくが、おお、やはりなのか、やはり。3、2、1、ゴーシュ。うわ、ガチガチいった、ガチガチ。きたきたきた、ラッシュ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 。きた、攻撃してる上にまだ安定してるという。おお、3、2、1、ゴーシュ。あっと、あっと横行っちゃったな。フラッシュ。で、これでどうなるか、当たった後どうなるかってね、うん、お、ほら、これ何気に、わぁすごい、米交換です。私がオビリスコーディンバーチカルクローで、エイシン君がユグドラシルグラビティアクセルになります。はい、3、2、1、ゴーシュ。ラッシュラッシュラッシュデート。うわ、おっ、ラッシュしたよね今、うん、うわ、ちょっと強いけどユグドラシル。3、2、1、ゴーシュ。ラッシュ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 。うわ、でもユグドラシルじゃねえや、ユグドラシルか。すごいギリギリのところで回ってるけど、これ戻ってこないでしょ。あ、戻ってこないよ。3、2、1、ゴーシュ。両者だね、両者スピン、両者スピンフィニッシュ、はい、ということでユグドラシルグラビティアクセルが4ポイント、オベリスコーディンバーチカルクロードが1ポイントということで、ユグドラシルグラビティアクセルの勝利です。はい、やっぱユグドラシル強し。
おわすごいすごい、うまた両者バースト。バースト多いな。この勝負は全てバーストでした。うん。